動板の確認って言うんですけど、確認は、まあ、はい、でこれを略して動かくって言います。動かく、格ゲー用語を言わせたかっただけ。動かく、おはようございます。びっくりした。おはようございます。おはよう、よろしくお願いいたします。はい、一日。そしてプギレさん、プギレさん、おはようございます。おー、ファイヤツでーす。お願いします。元気ですか。ファイヤツでーす。ダイエットじゃあ部屋建てて、あのまだダルシム使い募集しますか。ダルシムはマスターダルシム、マスターダルシムお願いしたいです。マスター、いいですね。ちょっとね、前回いろいろプゲラがね教えてくれてたから、もうタコニとは結構やってる感じ。結構タコニとは戦ってますね。めちゃめちゃただ勝てないです。タコニ強いもんな、しかもモダンだよね。強いですね。そうです、頑張ります。うん、ちょ、成長してなかったらどうしよう。そこを今からチェックしていきますよ。頑張ります。はい、間違えた。いいね。あ、でもうまいね。お、ちょっとなんか、うん、手に馴染みを覚えつつも馴染んでる、覚えつつも、よし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 。これコツがあるんですよ、あのアルキガードの。教えなくても上手いからちょっと言わなかったんですけど、これを2試合終わったらまた言いますね。お願いします。フッサンがこんなに一生懸命戦ってんのに、こんなに誰しもに、やっぱりのが目を覚まします。ハイタキ先生の、あ、お願いしてもいいですか。はい、なんかリズム感分かってきました。心が痛まないんですか、このダルシムの中ズームに一生ペチペチされてるのを見て。あよし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 、教えますね教えますね、歩きガードのコツ教えますね、はい、次に。これはダルシムに限った話じゃないんですけど、ダルシムがまあ一番目立つというか、試しにちょっと端々で離れて行けるなって思うところまで歩いてみてください、はい、あんで一回ガードした時に止まってみてください。次歩き出さずに、はい、ガードしようと思ったところで止まってください。はい、安全、完全にピタッ、これうんうんうん。じゃあ技振りますね、実際に。はい、で結構ペチペチって食らっちゃう感じじゃないですか。行きたいところに行くのは永遠に食らっちゃう感じじゃないですか。はい、どうすればここまで歩くつもりなのにその前に攻撃伸びてきちゃったらガードできねえじゃんみたいな、はい、これのコツはこれ今歩いてるだけなんですよ。これ以外のことをしたらガードしてください。はあ、はい、これ以外の動きをした瞬間にガードしてください。はい、欲しいな。難易度緩めからいきますね、いきますね、はい、これ以外の動きをしたらくっ、そう、はー、お、これなるほど、これが歩きガードです。これ今何がこれまでと違うかっていうと、ダルシムがこの技のモーションを出すまで、まあボタンを押すまで、はい、動くまでずっと歩けてるんですよ。だから歩けるだけ歩いて、しかも技はぴったりガードできてるっていう状態になるんですよ。全く意識しなかったらどんな動きになるかっていうと、技が来るのが怖いから、はい、自分でこうやって予測してこうやってガードしながらこうやって歩いちゃうんですね。こう、これだとなかなか近づけないんですよ、歩く量が少なくて。できるだけ行けるだけ歩いてしっかりガードして、行けるだけ歩いてってするとすごいすぐ近づけちゃうんですね。
で、そのためにどうするかっていうと、ダルシムが動いたの見た瞬間にグッてガード入れる。はぁー、これ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 、はぁー、これ結構敏感でいいです。本当に何もしてなくてもガードしちゃうぐらい敏感でいいので、ダルシムがなんか手足が動いたと思ったらガードしてください。これとかは点線輪で落としてもいいんですけど、まあこれも食らわなくなる、はい、何割かできるだけで全然違います。これを何発か連続で食らってたと思うんですよ。 1,2,3 みたいな感じで、はー、食らってました。でポポポポポポポって食らってたじゃないですか。プルルさんのガードして歩く、はい、ガードして歩くのリズムに合わせられちゃうと、そのどうしても防げないみたいな感じになっちゃうんです。うわー、できるようになってきたかも。でこれ絵が近ければ近いほどもちろん難しいんで、例えば、はい、立ってる状態から、はい、近づいてみてくださいね。これをガードするのは難しいんですよ。でもしゃがんでガードしてるダルシムってこうやってちっこいじゃないですか。これがいきなり短くなるじゃないですか。はい、はい、ああこれは分かりやすいかも。あ、本当だ。なので現実そこそこできるんです。現実は動いたの確認って言うんですけど、確認は、はい、動いたのを確認してガードする。でこれを略して動かくって言います。動かく、格ゲー用語を言わせたかっただけ。動かく。あ、惜しい惜しい惜しい。さあ、セスリーチャンス、セスリーチャンス。うん、行きますよ。ほら、いや、ナイスだ。ほら、浮くところ探してる、浮くところを探してるまである。誰しもナイスガード。そこに行きました。プルラ反応いいな。これいけますよ。ありがとうございます。反応いいから、ダルシムの攻撃見てから全部ガードできるな。ありがとうございます。まだまだ食らってるところは食らってるけど、いやでも意識するだけで被弾が減ってる。全部はどうせガードできないんで、これでこれで OK です。いいいい殺意、いい殺意、今の殺意の向きどころいい、いい、おいいね。話が変わってきたぞ、プルルさん。話が変わってきましたよ。はぁ、話が変わること鼻変わって言います。はい、鼻変わ、鼻変わすディレイやめて。うざいよ。やろう。ハイタニさん普段もっと優しいんやけどな。あれ今日のリプレイ見ようよ。この回やってる時だけちょっと当たり強いんだよな。そうだってプルルの、なんでプルル下がってるからね。そのかかってるのはいいっすけど、当たりが強くなるのは。いやいや、しっかりやっていかないと。やっぱり解説席のハイタニ選手を泣かせたいんですよね。うん、うん、そう。あ、いい中断、中断、いい中断。当たんなかったけど、全然ナイストライ。あ、浮くかもが。いや、でもいいね。そうだ、浮くんだったって思えるだけで全然ちゃいます。てかマジでこの2先超いい勝負になってて、おら、おーまい、きたで、ナイスだ。おお、タコリリン勝ちました。すごいやん、タコリリン勝ちました。やったー。いやー、でもすごいな。一番困ってたっぽいじゃないですか。特にさっき教えてたダルシムが動いたらガードするみたいなやつ、あれが結構刺さったっぽいな。被弾減ってますよね、今日で明らかに。一番最初と比べて
いやプルルかなり反応いいから、やっぱそのあれってさ、動いた瞬間にガードするのってさ、結構戦略的というか、どっちかというとなんか結構フィジカルな攻略やん。いやそう、フィジカルだから初回の時は絶対に言わないって思ってたんですよ。はい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 、はい、もう今日までで分かったんですよ、フィジカル強えって思って。あそうね、これはフィジカルタイプだって、うん、あそうフィジカルタイプよ。でしかも歩きガードを言うの嫌だけどやってみるといいと思いますって言ってやった時に、もうすでに無意識化で少しやってたんですよ。ああ、うん、なんかダルシムが動いた瞬間にガードっていうのはちょびっとあったんですよ。そういうことね、見てからちょっとやってるなこれはっていう。だからああうまいなと思ったし、これを言葉で言って意識したら多分もっとできるなと思って。めっちゃいいコーチングしてるやん。